はい、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、見てきました。かっこよかったですよ。あのガンダムですよね。で今時の、まあ、アニメーション描写なので、ペーネロペとスクイガンダムかっこよかったですね。あとハサウェイってやっぱり軍人なんだなっていうのを改めて感じましたね。いろんなこう修羅場をくぐり抜けてきただけのことはある人で、まあ、ざっくり言っちゃうとシャアの逆襲っていうのが昔あって、増え続けてきた地球の人類ですよ。でこのままでは地球そのものが人類させられないので、まあ、宇宙に移民しようと。で結果としてその宇宙に移民したのはいい、させたのはいいんだけど、それは宇宙に人類を捨てることになってしまった。ここから、まあ、ジオンっていうね、独立国家が生まれたりとかする。で、まあ、シャアっていう人がいて、その人たちが、まあ、ある意味地球の環境を守るためにはこれ以上地球に人が住み続けるのはダメでしょう、みんな宇宙に行ってくださいということでやるんですけど、地球の人はそれ全然聞く身も持たないので、もう思い切って、まあ、粛清だと言って星を落とそうとするんですけど、ね、小学生を落とそうとするんですけど、それを、みんな止めると。あ、そういった姿を、間近に見ていたこのハサウェイ・ノアっていう少年、青年、少年が、まあ、ちょっと青年になり、でやっぱりその地球のことを全然考えてない大人たちに対してある意味、まあ、ある意味テロ行為を起こす、反政府活動を起こす、それがマフティという団体なんですけど、今度この閃光のハサウェイがそのマフティという団体が、どんなことをこれから、まあ、引き起こしていくのか、で最終的にどういうものがどういうことで決着を つけるのかということが描かれているのが閃光のハサウェイです。ある意味すごく純粋に地球環境のことを、未来のことを考えていればいるほど、ある意味過激な行動をとってしまう若い人たちの物語と思っていただけるといいかもしれません。まあ、ある意味環境過激派って捉え方もないわけではないんですけども、なぜ彼らがそういう行動を起こしたのか、その行動がなぜ地球の多くの人たちの支援や賛同を得ていたのかっていうところですね。ある意味格差社会というのも描かれています。それから若者の純粋な正義感というのも描かれていますし、その正義感のゆえに起こしてしまう反政府活動っていうことが描かれているのかなと思います。今回のこの閃光のハサウェイ、リジュールがやっているのは3部作のうちの第1作ということなんですね。なので終わった時ね気がつかなかった、終わった時にこんなに爽やかに終わる物語だったっけみたいなのがあって、あれと思ったんですけど、3部作の第1作です。終わり方はとってもある意味爽やかな終わり方をしていますが、これからだんだん第2部第3部に踏み切って悲劇が描かれていきます。でね、ガンダムも、ね、なかなかいいですよね。いい描き方をしています。実際ガンダムが市街地で、ね、戦闘を行った場合に、そこにいる人たちがどれだけの被災をするのかというところですよね。例えば本当にある意味本当に踏み潰されるっていうのもあるし、ガンダムが壊した建物の瓦礫で下敷きになるっていうのもあります。それからあと、なんだろう、ジェット噴射とかロケット噴射を受けると当然燃えちゃうよねっていうのもあって、まあ、その描写はなかなかすごかったですね。実際核ありそうだよね、そういうことが起きるよねっていう書き方をしました。というわけで、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、半分しさ、今第3部の第1部です。なかなかいいです。これね、本当に第2部第3部が公開された、まあ、その度ごとに見るんですけど、最終的に第1部第2部第3部続けて3本、もうそのままノンストップで見たいなって思う感じがします。まあ、実はそれだけ悲しい悲劇的な物語が展開されるんですね。というわけで、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、まだ劇場でやってるかな、ぜひ見ていただければと思います。